アルベルト・ソルディは、イタリアの喜劇俳優、脚本家、映画監督、イタリア・ローマ出身。日本では公開作が少なく、あまり知られていないが、ビットリオ・デ・シーカの映画の常連であったり、ハリウッド映画に出演したりと、本国イタリアでは、高い知名度を誇る。1965年の国際キャストが揃った、素晴らしき飛行機野郎では、石原雄二郎と共演している。 また、俳優のみならず脚本家としての顔も持ち、監督、脚本、主演を務めた、ロンドンの煙では、カルチャージェネレーションギャップを扱ったコメディ映画を撮った。2003年2月24日、新不全で死去。約6万人のファンが、ローマ視聴者横の広場に安置された棺の前に、集まった。そして、27日に、ローマの大聖堂で行われた葬儀には、 約25万人が参列した。82歳坊九1964年、第21回米国ゴールデングローブ賞、主演男優賞を受賞。1972年、ベルリン国際映画祭で、銀マ賞を受賞。1994年、イタリア共和国功労勲賞を受賞。1995年、ベネツィア国際映画祭で、 栄誉金失賞を受賞、ありがとうございます。